いやね、アップデートね、すごいね、今回。前も喉おかしくなった。 風邪だな。うん、風。システムの改善。確定はまだ引いてないですね。確定も引きたいけどね。確定ガチャ。あれだよね、新カード限定だったよね。うん。これね、イデア欲しいんだよね。イデアか、アミスター。どっちかが欲しいんだけどね。竜が強くなったね。ほんとね、竜めっちゃ強くなったよね。それはほんとに思う。ちょっとザザザッと見ていこうかなと思います。まず、システムの改善。まあ、これは関係ないか。これね、大会バトル機能。これなんか公式ツイッターで見たけど、一回中止になったみたいだね。竜の情報修正。何来たん？竜の情報修正？見るか。はい、ヒーローアクション使用時移動速度もアップするようになった。で、ヒーローアクションの使う時が0.3秒になったと。まあ実際見てみた方が早いんだけどね。竜のね、ヒーローアクション、これね、これがめっちゃ速くなったの。ほら。で、移動速度がアップされたと。これめっちゃ速くなったんだよ、本当に。移動速度ね、これで本当にね、竜強いって思うんだよね。マジで強くない？これ。移動速度が上がるってのはね、本当に強いと思う、コンパス内では。で、の方もね、情報修正来たけど、まあ、そんな変わんないかな。ヒット回数が4回から6回になって、あ、ヒーロースキルゲージが強くなったのか。まあ、それはいいな。今まで全然たまんなかったもんね。ソーンは個人的に鑑賞用。 まあいいな。いいと思う。ソーン普通に可愛いもんね。俺持ってないけどさ、どこだっけソーン。あれ、ソーンどこにいる？結構最初の方。あ、一番最初だ。 F か。普通に可愛いもんね。ソーンユーリーフ。マリアもね、なんか強くなったみたいだね。通常攻撃モーションの攻撃ヒット回数を5回にして攻撃力情報修正。てかさ、マリアさ、一番最初に出た時めっちゃ強いってなったくない？で、1回調整来なかったっけか。覚えてねえな。コンパスの、タイムラインでも、なんか、マリアに引き寄せられたら即死とかってね、なんか言ってたから。あ、強いわ。だってテスラをこれで倒せるんだよ。やばすぎでしょ。テスラ引き寄せて倒せるのは普通に強いわ。強えな。これやばいな。マリアめっちゃ強くなったな。前の環境はマリア少なかったからな。ああ、そうだね。マリア本当に使いにくいもんだって。ヒーローアクションが全然使えないもん。今のやばいな。一振りで倒せたよ、まとい。これは本当に強くなったね。ああ、強いな。ああ、そうだね。加速もね、重複しなくなったんだもんね。そうだそうだ。加速もちょっと見ていこうか。これでさ、もう俺のジャスティスはとろいまんまになっちゃったなっていう。 移動速度大でこんなもん。
これ以上上がんないんだよね。うん、どんだけやっても。ほら、うわーこれ悲しいよな。全然変わんないもんね。遅いわ。今防御力が218なんだけど、これ全部使うと、見てこれ272619なんだけど27万ってなんだよって話だけどやばいよな。27万でこれ手合わせてるわ。ルチのさ、ヒーロースキル防げるんじゃないかなっていうのをね、ちょっとね、それもね、検証していきたいなっていうのがあるんだよね。このカードのアップデート普通にいいと思うんだよね。だって本当に全転可能ね、うん、まあその辺の感じだったんだけど、まあ、これでこの防御力アップを積む人も増えてきて、いい感じのバランスになるのかな、どうだろうわかんないんだけど。でジャスティスだと、27万だったんだけど、ビオレッタで、ちょっとね、カスタムの方が絶対上がるから、待て、これデッキレベル20にして、これでやるとかなり多分上がると思うんだよな。そう、効果時間がねちょっと短いんだよね。効果時間短いのはちょっとあれだけど、これでね多分40万はいくんじゃないかなっては思うな。どうなんだろう。でビオレッタで、2人周りにいると570とかだったね。でこれで3人周りにいると、うん、ちょ待って、72万出たな今やばかったマジで。72万いったよ。見えてるかわかんないけど、やばかったな今72万だと。これだから、5分でしょ。じゃあ4分だな。4分になったらみんな C に集まる感じで、うん、4分になったらみんな C に集まって、で相手の一人だな、相手の一人、じゃあこのウロボロスさんがヒーロースキルを使ってください。でその他の人は、周りにいてください。4分ね、 4分になったら俺カード 4枚使うから、うん、大丈夫かな。この入ったからもう聞いてない感じはするけど大丈夫かな。ウロボロスさん多分ね2台持ちなんじゃないかな。どうだろう、鬼なんだけど。みんなやばい、やっちまったわやっちまったわ。デッキレベルがやばいぞこれ。とりあえずじゃあ俺死にいるわ。味方ナイス。4分よし、いいぞ、いい感じだぞ。いけるぞ。使うわ。はい、来い。よし、来い。よし、来い。来た。54万。あ、死んだ。50万。防御50万で普通に死んだわ。全然ダメなんだね。防御50万あっても、普通に死ぬわ。うわ、強いな。強いなぁ。という検証結果でした。50万あっても耐えれないとルチやっぱ強いな。うーん。